ちゃう投げちゃうんだよ。あ、投げちゃう投げちゃうよ、これ投げちゃうんだって。ダメだこれマジで。せっかく切っても投げるんだったら俺もう仕事しねえぞ。マジで投げちゃう今日のゲームはこちらです。オーバークック2。イエーイ、大人気ゲームですね。ほう、これはですね、僕はやったことがありません。まあ僕もないです。僕あります。スイッチでだけど、パソコンではやったことない。これはなんか今ざっくり画面も映ってますけれども、これは何ですか、料理をするゲームでいいってことですか。そうなんですよ、この可愛いキャラクターたちを使って、いい、あの注文がね、画面の上の方にこれ作ってあれ作って、例えばハンバーガーとかサラダとか出てくるから、例えばサラダだったら、じゃあレタスを、じゃあ誰かがレタスを持ってきて切る人に渡して切って、まあ別に誰がやってもいいんだけど、でお皿に盛り付けて、でなんていうのかな、食べる人の方に送り出すベルトコンベヤみたいなのがあるから、それに乗せるっていうのを延々繰り返して、いっぱい注文こなせるとポイントたくさん稼いで終われるみたいな。おお、なるほど。でポイントたくさん取ると、そのこのステージは星2つでクリアしました、星3つでクリアしましたみたいな感じで先に進んでいけるって感じです。なるほどね、なるほど、なるほど。まあじゃあゲームとしては非常に役割分担されてシンプルに遊べるゲームっていう。そうだと思います。なんと今度じゃあ急遽2-1。これは何よ。あ、もうあれですね、川の上でやる、これ投げないとダメですよ。皆さん投げるボタン確認しておいてください。投げるボタン、これあ、じゃあ自由に動けないんだ。あ、切ると投げるが同じボタンですね。あ、多分だから初めから上にいる人と下にいる人で行き来はできないと思うから、投げて食材を渡してみたいな感じになるんじゃないかな。あ、そういうことね。やば、了解。あ、違う、まあ行けますよ。まあ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 。よし、じゃあ行きましょうか。持ってる人はできますからね。これでもコメントを見てる暇は全くないね。全くない。お？あ、俺が上だ。だから切るものを俺に投げてください。はいはいはい。投げる投げる。あ、あ、落とした落とした。あ、食材もったいねえだろ。すいません。なるほど。あ、これでね。投げる。あ、なるほど。お前お前も川に落とすんじゃねえか。あれ、ちょっと待って、あ、長押しか、長押しかな。え、長押し長押し長押し。あれ、ちょっと待って、届かない。え、あ、間違えた、こうだこうだ、はい、こうだ、はい、あ、オッケーオッケーオッケー。あ、来た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 。お皿が必要、お皿が必要。ほら、あ、投げちゃった。あ、俺が人が切ったの投げてんじゃねえよ、お前。やべやべ、ほら、あ、切って、これを上げて、え、すげえ、誰かまな板の上に直接投げてくれた人がいる、ありがとう。これは上げるなきゃ、上げなきゃいけないんだ。ちょ、俺も投げちゃうんだよ。あれだからね、取るボタンじゃないからね、切るボタンと投げるボタンだからね。こうだね。あ、来た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 、やっとだ。なるほど。あれ、なんでこれ置けないんだ。ポイント45しか稼げてねえぞ、まだ。やばい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 ですよ。鶏肉足りてないよ、鶏肉。おい。投げちゃう。おい、これ投げちゃう。投げちゃうんだよ。あ、投げちゃう。投げちゃうよ、これ。投げちゃうんだって。ダメだ、これ。マジで。せっかく切っても投げるんだったら俺もう仕事しねえぞ。マジで投げちゃうんだよ。投げちゃう、投げちゃう。やダメだ。下が混乱してる。おい、食材来てねえぞ、食材。すいません。投げちゃうな。違う、切ったもん投げなくていいよ。切ったもんはいらねえよ。切ったもん俺に戻すんじゃねえよ。これでいけるのか。よし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 。はいはい、次行ってるよ、どんどん。すいません、超絶面白いんだけど。調理して調理して、ほら。ちょ、待って、これ、え、待って、あ、間違えた。あ、大丈夫大丈夫。やっぱマジ90ポイントしか稼げてねえじゃねえか。急にむずい、急にむずい。サラ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 、食材来てない、食材、すいません。皿が、そっちもさ、なん皿に置けねえんだよ。やばいやばいやばい、なんでだ。はいはい、食材食材。あれ、なんか俺ボタンが違うのかな。ボタン皿に置けねえんだよ、むずこれ。なんだ、どういうことだ。ちょっと2人とも勘弁してくれよ。むずちょっと待って、投げちゃうこれ。なんでだ、右で何個食材捨てた。あとね、両兵から出来上がったものを俺が投げ返す。だって切ったやつ返ってきたもん、俺のところ。俺揚げたポテト釜に投げ返した。でしょ、でも店長がポテト入れようとしてるところに鶏肉入れたからね。揚げろっつって。
これむずい、いきなりむずいぞ。じゃあとりあえずね、投げていただいて、バシバシ。よし、よし、おい、おい、間違えた。オッケー、おい、おい、あれ、おい、あ、芋、芋か、芋がいるのか、ごめんなさい、ごめんなさい、芋ね、はい、おい、で、こいつを揚げるんだ。あ、なるほど、揚げるのに時間かかるんだよな。そうで、多分ね、長くほっといちゃうと焦げちゃったりとか。あ、で、下のバーが溜まったらいいんだ。あ、そういうことか。それティルレンってなったら、あ、なるほど、なるほど、取らないと、さっきの多分お米みたいに。そしたら俺、その間あのお茶でもしてるんで水でも飲もうかな。うん、あ、これそういうことか。みんな、水が美味しいよ。いい感じ。あ、みんないい感じ、本当に。そうね、あの二人が頑張ってるから、うん、死ねやこら先輩に死ねて、ぶつけてやるおら、よし、あ、やばい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 、あ、俺にぶつけるね。